アルケシ・ラオスはギリシャの哲学者で中期アカデメイア派の創始者。アテナイのクラテスの後を継いでアカデメイアの学頭となりエポケへの導入によりアカデメイアを会議主義に向かわせた。アルケシ・ラオスはアイオリスのピタネで生まれた。最初に教えを受けたのは数学者のピタネのアウトリコスで共にサルディスに移住した。それから修士学を学ぶために アテナイに行ったが、哲学に転じ、最初、テオフラステュスの、続いて、クラントルの弟子となった。その後、ポレモンを呼び、アテナイのクラテスと親しくなり、クラテスの死後、アカデメアの学頭となった。ディオゲネス・ラエルティオスによると、アルケシラオスは、後継者のキュレネのラキュデス同様、深酒で死んだと言われるが、クレアンテスらの証言やアルケシラオスの哲学から、考えると、 この逸話は、いささか疑わしく、また、アテナイ人から大変尊敬されていたようである。ソクラテス同様、アルケシラオースは何も書き残さなかったため、その主張は、後世のキケロ、セクストス・エンペイリコスらの著作から推量するしかない。例えば、キケロは、アルケシラオースの教えは、彼は何も知らない、彼自身の無知さえもという文句の中に、要約されていると言っている。 アルケラシオスは世界の真理を見出す感覚の力を疑っていたが、真理それ自体の存在を疑ったかどうかはわからない。ありがとうございます。